アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。3月14日ということで3月中旬に入ってきたわけなんですけども、ここのところ暖かい日が続いてますね。今日もなんか5月ぐらいの気温という感じだったみたいなんですけども、この暖かい日が続いてることによって桜の開花が早まるみたいですね。もう2、3日後ぐらいには開花するんではないかなというような話も聞いたんですけども、このまま行きますと桜に合わせて準備しておりました茅ヶ崎里山公園、3月25日なんですけども、もしかしたら葉桜になるかな。まあ葉桜でもいいですよね。はい、まあ、これから涼しい、ちょっと肌寒い日がもし続けば、こううまい具合に花が長持ちして満開ちょうど最高っていう感じになるかもわかんないですけどね。さあどうなるでしょうかっていうところでネトラジースタートです。FM はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。まああの暖かいのはいいんですけど、花粉が絶好調に飛んでる感じですね。やはりまああのいくらビオフェルミンを飲んで腸内環境を整えてるとはいえ、まああの花粉のお薬も飲んでますよ。あのアレルギーのね、いただいて飲んでるんですけども、それでもやはりちょっと花粉の量が多いのか、去年よりもちょっとやっぱりこう目と鼻あたり、今もちょっとこうね目がかゆい感じで、鼻がぐちゅんと言いそうなところもあるんですけども、やはりそんなに長続きしないんですかね。腸内環境がやっぱりいいとあれなんですかね。ちょっといっぱい大量にこうマスクを外して吸い込みますと、その後しばらく来るんですけど、またマスクしてると良くなってくるというような感じですね。まあこういう番組とかですね、ライブとかそういう時はマスクできないので、どうしてもこう吸う形にはなるんですけども、それでもまあなんとかちょっとは楽かなという今日この頃なんですけども、やはりこの野外ライブ、野外の、ウクレレ練習会、これが最高に気持ちいい時期に入ってきましたね。まあこの寒い時期のお布団、毛布の中も気持ちいいんですけど、この高い時期の、森に囲まれてですね、自然に囲まれてライブ、または自然に囲まれてウクレレの練習をするというの、これなかなか最高ですよ。はい、まあウクレレの練習とか言うと、だいたいこうね、ウクレレ教室だとスタジオとかですね、あとはまあ何ですか、カフェでやったりとかお店でやったりっていうのもいいんですけど、まあこの野外で練習っていうのも最高ですね。まあそのうちですね、海での練習会もやりたいなと考えております。茅ヶ崎海岸で練習会とかですね、これいいんじゃないですか。海でこうね、潮風に当たりながらウクレレを練習すると、で練習が終わった後にはもう最初に買って用意しといて、クーラーボックスの中に入れといたビールが出てくると、そういうの最高じゃないですかね。まあそれにお肉とかですね、おつまみがあればまた最高、それバーベキューになってきますね。まあ海でこうちょっと、ビールかまたはワインなど飲みながらですね、ウクレレを練習するっていう練習会、夕方の練習会なんかいいかもわかんないですね、これからの時期ね。まあそういうのも企画していきたいなと思ってますので、その際はぜひ皆さん参加いただきたいと思います。はい、それでは本日1曲目、ウクレレでこれ弾いてますね。帰るうち、ウクレレ WS という BJ の、CD の中に入ってる曲です。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか？
暖かい日が灯る家、帰る時は決めずにのんびり行こうよ。茅ヶ崎FM。 はい、もう間もなくなんですけども、3月25日ですね、茅ヶ崎里山公園でアコシュミライブがあります。去年の11月ぶりなので以来なので、ちょっと日にちは空きましたけど、まあ寒い時期はお休みということで、まあこれから再始動ということでですね、3月の25日次の日曜日ですね、はい、12時半スタートになっておりますので、皆さんですね、レジャーシートとかお弁当、お茶、またはビールとかですね、あとお菓子など持って、皆さんぜひ遊びに来ていただきたいと思います。観覧無料になっておりますので、茅ヶ崎里山公園に来ていただいて、多目的広場というのがあるんですけども、いつものウクレレ練習会をしておりますパークセンターからちょっと下っていく感じになるんですけども、下の方の広い芝生がある、ところのステージですね。これで、アコシュミライブ12時半からやりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。出演者出演順などはですね、まあ、出演順はその前の金曜日発表にはなるんですけども、アコシュミのホームページで見れるようになっております。場所とかのこのアクセスとかも書いてありますので、ぜひ見てください。アコカタカナ趣味漢字アコシュミで検索していただきますと、ホームページが出てくるようになっておりますので、ぜひですね、皆さん遊びに来てください。その後はですね、5月の20日、はい、5月の20日、これも日曜日なんですけども、二宮の川和神社、神楽殿でアコシュミライブ開催いたします。はい、この5月の次が、5月はごめんなさい、一般公募なしにこちらから声をかけさせていただいて出ていただくというライブになっておりまして、その次が7月ぐらいに予定してます。梅雨明けぐらいですかね。はい、それでは本日2曲目聴いていただきましょう。キャンプに行こう、これはですね、バンジョーを使って弾き語りしてます。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。忘れない、いつもいつまででも、キャンプへ行こう、キャンプに行こう。FM、 茅ヶ崎というのはすごく便利な町でありましては、まあ、割とこのこじんまりとした、いろいろなものが集まっててですね、特にこの BJ の暮らしてるあたりはですね、牛丼屋さんでいうと吉野屋、松屋すき屋とこれがありますし、それからとんかつの松の屋というのもありまして、それからマクドナルドにケンタッキーにミスタードーナツと、あとそれからラーメン屋さんの
松一屋、まあ、こういう風な食べ物屋さんには困らないと。あとはイトーヨーカドーがあって、山田電機がありましてですね、それから100円ショップダイソーもあるでしょ。で、杉薬局に、クリエイトと、こう薬局系もいろいろとありまして、あとローソン100もあって、コンビニも、割とうちからすぐのところにコンビニが、まあ、20秒ぐらい、徒歩であるんですけども、割とそんな便利なところに住んでおりますと、ふと気づくと便利すぎてですね、なかなか、楽ですよね、はい。それに電車乗るのも実はですね、うちの家からですね、5分ぐらいで行けるんですね。だから余裕を見て乗る電車の10分、あの発車時刻の10分前にうちを出ればもう全然余裕で間に合うぐらい、途中なんなら途中でコンビニも寄れるぐらいの、感じなので、すごく便利ですね。で、茅ヶ崎は相模線の始発駅でもありますので、相模線に乗っていきますと、この本厚木の方まで、厚木本厚木小田急線にまで接続してますし、また急行快速とかも止まりますしね、非常に便利なところであります。東京までまあ1時間かかるけど、横浜小田原は30分ぐらいと、まあ、どっちにしてもなかなか便利な街だなと。で、海が近いですしね、なかなかいいですよ。はい、本日3曲目いきましょう。言葉はいらない、これ今度の3月25のライブでもやると思います。まあ、先ほどのキャンプに行こうもウクレレバージョンでやると思いますね。お楽しみに。誰も見てない夜に二人で散歩する、月の影が寄り添って揺れる、君の鼓動が少し聞こえた気がして、いつもよりも近くに感じた。手を伸ばしたら届きそうな月が出てるよ、このシチュエーションにグッとくる言葉が見つからない。はい、ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。茅ヶ崎里山公園春祭りというのがありまして、これは5月の5日子どもの日土曜日なんですけども、この日にウクレレクラブですね、湘南ウクレレクラブの方で、1曲演奏することになりましたので、皆さんぜひですねウクレレを持って参加いただきたいと思います。まあ、1回はウクレレクラブの練習会に出ていただいて、一緒に練習していただいた上で出ていただくというような形にはなってるんですけども、ウクレレクラブのホームページに練習日程とか書いてありますので、ホームページの方をご覧ください。湘南漢字ウクレレカタカナクラブ漢字で検索していただきますとホームページが出てきますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いしますという感じで、本日は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。茅ヶ崎 FM